スペースサーク、どうもサクです。今回はハードオフ長岡経典、ここにお宝フィギュア、さらにレトロゲームということで、こちらの店舗さんにやってまいりました。ブラッシュということで、今回撮影許可いただきありがとうございます。PC エンジンのシティハンター、これがちょっと気になるかなと思いました。なかなかね、今回この店舗さんはよく行くんですけど、撮影許可いただいたのは初めてなので結構緊張してます。はい、こういったラインナップで販売されています。はい、ドラゴンクエスト3とか、まあこの辺はファミコンですね。ポートピア、連続殺人事件など懐かしいなっていうラインナップで、後ろのターミネーターとか、この辺がなかなか見ないものとして、やっぱりそこそこいいお値段になっています。はい、でね、ここで一番お高いのがこの幽白書、もし欲しい方がおられたら買ってみてはいかがでしょうか。こちらの方はファミコンソフトがケース入りでこういった形で吊られていました。何かちょっと珍しいものがないかなと思って探してたんですけど、まあ、こちら裸品ですね。で、まあこのゼビウス、これがちょっと傷なしのものであれば欲しいかなと思って見てたんですけど、まあ並品かなという感じでした。はい、こちらはあまり見ないセガのソフトなので撮ってみました。こちらはフィギュアの方で、ソフト2のチュンリー、ラオウ、一番くじかな、それのモンハンっていう感じでした。で、こちらはフィギュアというよりもロボットですね。ダンバインが結構飾られていました。はい、そしてドラクエ10お安い、そしてお待ちかねのドラゴンボール、このジャネンパかな、それと後ろのご飯ちゃん、この辺がちょっと気になりましたね。こういった昔のやつ、あ、これもね、これ昔のやつ、これも気になってちょっといいなと思ってます。で、こちら見てください、このルパン三世のシリーズのこのクオリティの高さ、まさに劇中から切り取ったみたいなこの造形、最高ですよね。で、このエンディングの峰富士子のこのバイク、これらを集めたいなと思いましたね。で、うるせえやつらの2人で未来少年コナン、これもなかなかいい。で、後ろに最後にラムちゃんがいてるという感じでした。で、最後の締めとしてこのポスターを皆さんにお届けして終わろうかなと思ってます。これ何か分かります？関西の人ならよくわかるオケイハンです。最後って言いながら、まだこれが残ってましたね。こちらの店舗さん、この装甲騎兵ボトムの、この在庫数がなかなかあってびっくりしました。で、まさかのベルゼルガ DT、 こちらのプラモデルがこちら残ってましたね。これいいっすよね。